はい、どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。じゃじゃん、こちら、シンガポールの妖怪メダル全種類買ってきました。なかなかシンガポール行く機会ないので、まとめ買いです。左から妖怪メダル1章、2章、3章、4章、そして妖怪メダル0、個展ですね。合計20ボックス分ぐらいあります。でですね、今回は人気の高い妖怪メダル3章開封してみたいと思います。妖怪メダル3章は全30種です。シークレットメダルに、シュラコマのレジェンドメダルがラインナップしてます。1パック目、ドン。ほい。これはつまみグイノスケとモテマクール。これ妖怪の名前が英語になってるのわかりますかね？つまみグイノスケってローマ字になってる。英語の名前じゃなくて、日本語の名前がローマ字表記。シンガポールのメダルは基本的に日本のメダルと同じなんだよね。2パック目、ドン。ほい。こちらはトジコウモリとガラキンボウです。はい。狙うはレジェンドシュラコマ。もしかしたらハグレもあるかもしれないね。3パック目、こちら。3パック目はデンジンとイガイガグリです。4パック目いきます。引っかかっとる。トリア !4 パック目、こちら。ダルマッチョにジャネガブーン。ボックスのメダルだから被りにくいね、やっぱり。そろそろホロメダル出るかな。ドン。これは、カゲロウとカゲマルですね。両方影。6パック目いきます。ホロメダルがまだ出てないね。せーの、ドン。はい、1枚目出ましたね、ホロメダル。これは、旅ガッパのホロメダル。そして、ジャネガブーン。7パック目いきます。せーの、ドン。ほい、こちらもホロメダルですね。ムリダジョウとカオベロス。せーの、ドン。ホロメダルのババーン、そしてカゲロウ。ワンボックス12パック入りで、とりあえず11パック開封したんですけど、入ってなかったね、シークレット。バラのメダル開封してみます。よいしょ。せーの、ドン。12パック目は、ダルマッチョとアメフラシ。シンガポールでは、コロコロ並ぶココっていう雑誌で、妖怪ウォッチ掲載されてます、漫画ね。せーの、ドン。はい、デンジンとイガイガグリ。14パック目。20パック開封すれば、シラコマとかハグレ出へんかな。ババーンのホロメダルとカゲロウ。3章のハグレが竜神とマサムネとクイージーだよね。せーの、ドン。はい、デンジンとイガイガグリ。いきます。せーの、ドン。はい、ホロメダルの伏竜と玄魔将軍。19パック目。なかなか、シラコマやっぱ出にくいか。せーの、ドン。ほい、アメフラシとアニキーです。この、すごいね、リーゼント。ほいほい。23パック目いきまーす。せーの、ドン。はい、ヒョウヘンヌ、そしてホロメダルのデビビラン。これで、27パック目。レアリティ高いやつ来るかな？せーの、ドン。あ、すごい、竜神のホロメダル出ました。そして、ダルマッチョです。竜神はこれ、はぐれじゃないね。普通の水晶玉だね。29パック目。これもなんか、かかってる。やば。やばいぞ。出るか。そりゃ。トジコウモリとマサムネです。マサムネはこれ、はぐれじゃないですね。30パック目。ホロは、あとシシコマだけ。せーの、ドン。ノーマルのクイージーとカラカラさん。クイージーのメダルはこれもハグレじゃないですね。このおにぎりがウィスパーだったらハグレなんですけど。30パック開封してノーマルはコンプです。妖怪メダル3章コンプリートまで残り2種類。シュラコマとシシコマ出るか。せーの、ドン。ガラキンボウとトジコウモリね。36パック目です。だいぶ開封してるな。せーの、ドン。マサムネのホロメダルと風カモ、はぐれじゃないね。37パック目。シシコマなかなか出ないぞ。せーの、ドン。はい、出ました。シシコマのホロメダル。そして、肩乗り、親方ノーマルメダル。これで、ホロメダルとノーマルメダルはコンプです。あとはレジェンドのシュラコマさん、そしてはぐれメダル出るか。せーの、ドン。こちら、デビビランホロメダルとデンジン。39パック目。シュラコマカモンドン。ほい、つまみグイノスケとイガイガグリ。
40パック目。今日だいぶ開封してるな。せーの、ドン。あ、出ました、これレジェンドのシュラコマです。すげえ、ついに出た。そしてカラカラさんノーマルメダル、40パック目でようやくシュラコマ出ました。これでコンプリートです。妖怪メダル3章の全30種がこちらです。シークレットのシュラコマにホロ8種、ノーマル21種です。ではですね、最後にシュラコマ召喚してみます。いいね。音声やっぱ日本のやつと同じ。